第51回東京大賞典ゴール前直線の、様子第52回東京大賞典第55回、東京大賞典2014年に、北高たる前が勝利した時の優勝例、東京大賞典は、特別区競馬組合が、大井競馬場で執行する、地方競馬の重賞競争である。格付けは GI。競馬番組表では、 農林水産大臣賞典東京大賞典と表記される。副賞は、農林水産大臣賞、特別区競馬組合管理者賞、日本中央競馬会理事長賞、地方競馬全国協会理事長賞、日本橋協会連合会長賞令賞、東京都橋会理事長賞、日本地方競馬場主振興協会会長賞。大井競馬は元より、 日本のダート競馬の一年を締めくくる総決算レースである。1955年に秋の蔵の名称で創設され、春の蔵、春の特別、秋の特別とともに大井競馬場の4大競争として位置づけられた。第1回はダート2600メートルで施行され、一着賞金は100万円であった。その後、競争名は1964年に現名称となり、 思行距離は幾度かの変遷を経て、1998年からは、ダート2000メートルで定着。南関東公営競馬では1978年に新設された、帝王賞とともに、サラブレッド系古場の二大競争としても位置、付けられている。開催時期は1964年から12月、下旬で定着。1999年からは、 開催日も12月29日で固定され、南関東公営競馬のみならず、日本競馬の一年を締めくくる競争として定着した。1995年より、中央、地方全国交流競争に指定され、日本中央競馬会及び、他地区地方競馬所属馬も出走可能になった。1997年には統一 GI に、格付け、2011年からは、 外国馬も出走可能な国際競争に指定され、合わせて地方競馬で施行する競争としては、初めての国際 GI に格付けされた。元令賞となった1964年は、有馬記念を模したグランプリ競争として、ファン投票で出走馬を選出した。2019年には、売り上げが、ケリングランプリを上回る56億627万5800円に達し、 一レースの売り上げとしては、中央競馬を除く3、セリオートの中では、最大の規模に成長した。特別区競馬組合は2010年10月18日に、本競争を2011年から、国際競争として施行すること、及び日本グレード格付け管理委員会から、国際 GEI の格付けを受けたことを発表した。国際 GEI に格付けされた競争は、地方競馬として初めてとなる。 2011年現在の規定では、ジャパンカップダートに予備登録した外国町競馬は東京大商店にも自動的に予備登録され、輸送費及び帰国時の渡航費用などは外国馬関係者の自己負担としていた。ただし、ジャパンカップダートと本競争に連続で出走する場合に限り、帰国時の輸送費や渡航費を特別区競馬組合が負担するとしていた。 以下の内容は2019年のもの。出走資格サラブレット計3歳以上選定場、負担重量定量選定後に所属変更した馬は出走できない。優先出走権、編集地方競馬所属馬は同年に行われる過表の競争で所定の成績を上げた馬に優先出走権が付与される。浦和記念で立地区地方競馬所属馬が 優先出走権を得た場合、南関東所属場の出走枠を減らすことが定められている。1着8000万円、2着2800万円、3着1600万円、4着800万円、5着400万円、着外手当30万円。1着賞金8000万円は、地方競馬主催の重賞競争としては、JBC クラシックと並び最高額。すべて、 大井競馬場ダーートコースで試行。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第1回から第9回まで秋の蔵。第10回以降は東京大賞典。第64回終了時点同年の中央競馬では東京優春の一着賞金200万円が最高額で、ついで天皇賞などの150万円となっていた。 同年の同競争については、新聞、雑誌で実際に、グランプリの故障が用いられた。当時の格付け表記は、国内限定の独自グレード扱い。第31回札幌の三着場で、中央競馬での登録場名は秀地から、各界競争結果の出展、編集、ありがとうございます。